自然の風景を背後に従えながら、聖母が柔らかそうなクッションの上に幼子イエスを座らせています。この作品はルネサンス期イタリアの画家カルロ・クリベッリが1480年頃に描いた聖母子の絵です。聖母が身にまとう青い衣装には金色に輝く糸が用いられ、同じく金色に輝く頭を飾る円甲には複数の宝石がはめられ、贅沢に聖母の身を飾っています。イエスは自らが贖うことになる人類の罪に関係するモチーフに取り巻かれています。キュウリと五色秘話は食材の象徴で、リンゴとハエは罪と悪の象徴です。ハエは実物と同じサイズで描かれているため、現実に本物のハエが絵の上に止まっているようにも見えます。細密な描写と入念な仕上げが光るルネサンス期の力作です。